どうもどうも、こんばんは。アート系トーク番組、アートエア、アートディレクターの辻大地です。皆さん、こんばんは。愛知トリエンナーレ2016年、昨日、おとつい見てきまして、今日早速、ちょっとゲリラ的に、トリエンナーレの感想なんかを、話していけたらなと。この下にはね、愛知トリエンナーレ2016年を読み解いてみたって偉そうなことを、ちょっとタイトルにしてるんですけど、感想とか、思ったことを、喋るみたいな感じでいきたいなと思います。ちょっとまぶしすぎるいけるかな、このままいけるかな。はい。じゃあ、恒例の、一番絞り。2016年9月ですね、9月中旬なので、秋日和、をちょっとビール飲んでから始めたいと思います。よいしょ。一人で喋るんで、お酒でも飲みながらやってないとちょっとこう喋りにくいとかね、やってられない部分があるので、いただきます。でも楽しかったですね、愛知トリエンナーレ。2日間で、ゆっくり名古屋城とかも見ながらだったんで、名古屋エリアだけしか行ってなくて、豊橋エリアとか岡崎エリアは行けなかったんですけど、名古屋市美術館、愛知芸術文化センター、あと長者町とかね、栄地区とか、その辺だけ歩きながら、名古屋の街をこう散策しながら、見るだけでも十分楽しい感じでしたね。今回、2016年愛知トリエンナーレは虹のキャラバンサイトっていうのを、タイトルにしてますね。で、チーフ、キュレーターに湊千尋さんを、お迎えしてやったと。で、ごめんなさい、キュレーターに湊千尋さんで、チーフキュレーターに、ハイト正彦さん。このハイトさんっていうのは、愛知トリエンナーレ今回3回目なんですけど、1回目、2回目、3回目と継続して、チーフキュレーター、裏方のね、大黒柱として、やられてるっていう形ですね。もともと愛知芸術文化センターの学芸員だった方で、トリエンナーレが始まって、そちらの方に、支えとしてやられてるっていうような、流れがあります。で、今回、旅と創造っていうのが、キャラバンサライっていうのも、キャラバンっていうのはね、商人とかがこう旅をするとか、で、サライっていうのは、その旅をした人とか宿泊するような、ちょっと休憩するようなところになってて、旅っていうのも一つのテーマかなと。で、あと創造みたいなことを、湊さんは、掲げられてるっていうような感じですね。で、今回、愛知トリエンナーレを読み解くときに、私は、5つのキーワードで読み解いたら、読み解きやすいんじゃないかなと。これ芸術祭、特に国際芸術展、現代美術を中心とした展覧会って、やっぱりちょっとこう、楽しいっていうだけでは、読み解けないとかね、意味がわからないっていう部分もあると思うんですね。ツイッターのまとめなんか見てても、芸術のことはさっぱりわからんとかね、いうのもあるので、それをちょっとこう、今日は虹、人、土、鳥で、タイトルであった旅、この5つをキーワードに読み解いていくと、面白く展覧会が見れるかなっていうので、ちょっとお話できたらなと思うんですね。ちょっと音声チェックします。です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 。大丈夫ですかね。はい。しかもここにね、今日は鳥さんがいてますし、あとこの裏後ろの絵なんかにも、実はここに、鳥が出たりですね、ここかな、こっちか、ここか、ここに鳥が入ってたり、ここにもちょっと鳥があったりとか、そういう、人以外の生き物についてなんかもアプローチしているのが、今回の展覧会の見どころなので、その辺についても、話していけたらなと思います。じゃあ、まず1点目の作品、ダーンと、もうね、これ、つかみは OK っていう感じなんですけど、大牧健二さんの、エコーズ・インフィニティですね。非常に大きな空間に、床をこう花柄ですかね、
まあ、装飾したような作品になってまして、非常に幻想的な感じがしました、入った時ね。で、まあ、会場の途中まではこの上歩けないんですが、会場終盤になってくるとこの上も歩けるみたいなので、まあ、それも一つの見どころかなと。で、近づいてみると、あの非常に綺麗なこのステンシル、型紙を載せて、その上に鉱石の顔料ですね、岩を砕いた顔料なんかをあのステンシルこう振りかけてあの作ってるようなもので、ほんと近く見るとこんな感じで、あのちょっとこう触ったり風で飛んでしまうような粉っぽい感じになってるんですね。でそれが集まるとこういう感じになってくると。で、あの実際の制作風景はこんな感じで、グループ共同で、やられてると。一人でやってるんじゃなくて、あ、共同でやるような形で、今回あの、まあ、今虹っていうねテーマに話してるんですが、こう七色の綺麗なあの色彩ですね、色とりどりのこう、まあ、百花繚乱っていうんですかね、まあ、美しいものを、まあ、一つあの展覧会のモチーフとして入ってると。でその中にこうグループで人とあの共同で制作するっていうのも、まあ、もう一つのテーマにありまして、まあ、グループでこう参加しながらやるっていうのが見れると思います。で次の作品、あのブラジルの、ジョアン・モデっていう方がやられたネットプロジェクトっていう作品ですね、名古屋市美術館の前、科学館、の、間にこういう結ぶプロジェクトみたいなのがありまして、こんな感じですね。これがあのちょっと宇宙船みたいなのが科学館なんですが、科学館とこちらの名古屋市美術館の間にこう結ぶプロジェクトがあると。まあ、これも七色、虹色で美しいあのものなんですが、こう人と人を結ぶとか、まあ、プロジェクト型アートっていうのはね、最近あのよく聞くと思うんですが、来た人が参加して、結んでいけるようなものになってで、今回あのキュレーターは、5人いてまして、確か、1人はあのブラジルの方で、ダニエル・カストロさんで、もう1人は中東のトルコの方で、ブラジルは南米ですね、で中東のトルコの方はゼイネプ・オズさんで、あと日本人で金井忠さんで、服部博之さんで、まあ、港千尋さんという形で、5人のキュレーターで、作家を選んだり、まあ、どういうふうに展示しているかっていうのをやられて、まあ、この辺も、まあ、あの国際展ねやるときに、あのどういう人を、まあ、世界から、まあ、あの呼んでくるかっていうので、まあ、今回中東とか南米とか、あのいわゆる西洋だけではないところから、まあ、あの作家を呼んでるのももう一つの特徴ですよね。前回はあの震災以降だったんで、五十嵐建築の、まあ、専門の五十嵐さんがキュレーターして、日本人の作家を、まあ、中心に、震災以降の、まあ、日本人のアーティストが考えてるってことをどういうふうに見せるかっていうのが、まあ、2013年のトリエンナーレ、愛知トリエンナーレの、まあ、テーマだったみたいですけど、今回は、旅っていうことなので、まあいろいろな世界的なアート、と、日本のキュレーターで、まあ、組まれたっていうのがありますよね。で、虹の方でまだ話していきたいんですが、なんかちょっと警告が出て落ちそうな、怖いですね。あの虹のテーマで、次さ、紹介する作家が、佐藤勝久さん、今回ね絵画でいくつかあの素晴らしい作品があったんですが、そのうちの一人が、まあ、佐藤勝久さん、同世代ですね。1973年広島県生まれで、絵画、キャンバスに油彩であるとか、まあ、ちょっとアクリルを少し使ったようなものなんですが、まあ、こういうような作品ですね。虹色、まあ、まさに虹色の作品なんですが、でこれは名古屋市美術館の2階で展示されてたんですけど、まあ、いわゆるホワイトキューブに複数の、絵画作品を、配置するような感じなんですが、まあ、一点で見てもいいし、こう横に配置しながら並んでみることで、
空間全体のこう楽しさっていうかな、色の面白さみたいなのも感じれるような、まあ絵画であり空間インスタレーションにもなってるっていうような感じが、まあ特徴ですね。でこういう変形の作品なんかもちょっとあって、その空間にせり出してくるようなもので、このベニヤの板細工をこうちょっと軽いパーテーションに使ったりとかしてるのも面白いですよね。でまあこの佐藤勝久さんの作品、すごく色が元気でね、楽しい感じがして、私は個人的にはすごく面白いなと。でタイトルも「モッケ」とか「ふにゃふにゃ」とか、なんかそういう擬態語擬音語なんかも多くて、まあ具体美術のね、元永さんの「モケラモケラ」とか、なんかそういうものにもちょっと通じるような色と形が、まあ楽しいなというような展示になってました。いいですね。なかなかね、最近の国際展で絵画っていうのもこう政治的に扱ったり、まあ別に扱うのは全然いいんですけど、ちょっとこう難しく捉えたりするっていうのが多かった中で、まあすごくストレートに色形面白いよねっていう感じで提示されている作品で、まあすごく良かったなと思います。なんでまあトリエンナーレでその虹っていうのがまあ一つのテーマで、全体としては去年とか、去年というか前回と前々回に比べたら、まあスペクタクルっていうね、まあその見た目がこうすごく華やかで、まああとでかくてインパクトがある矢野部賢治さんのね、でっかい人物トライアンというか、アトム君みたいなでっかいのがあったりとか、あとは第1回目は竹畑さんっていう方がキュレーションしてるんですが、町の祝祭みたいなようがテーマになってたと思うので、すごくこう芸術祭、こう祝祭性みたいなのが強調された展示だったと思うんですが、今回はどちらかって言ったら国際展っていうのをこうまあきちんとやろうと、国際展というか、まあ、現代美術とか、まあ、国際的なその芸術の動向を抑えていこうっていう中で、ややおとなしく感じたっていう感想もあったみたいなんですが、まあ、私は結構すごくバランスがいい、こういう虹のね、七色っていうものをテーマにしたようなものも、まあ、随所に見られたんで、まあ、その辺のバランスはうまく取られてるんじゃないかなと。まあただ私前回前々回見てないのでね、ちょっと何とも言えないところあるんですが、まあそんな風に感じましたね。で次の作家で今村文さん、この方は愛知県生まれで、愛知県を拠点にされてまして、1982年生まれですかね。この方も絵画なんですが、ちょっと変わった素材、まあ変わったのが蜜蝋ですね。エンカウスティークっていう蜂の蜂蜜じゃない、蜜蝋と漆喰なんかを使って、絵画作品にしてる方なんですが、こういう作品ですね、長者町で展示されてたんですが、サイズが145センチ×145センチぐらいかな。これ本当写真ではねちょっと全然わからなくて、独特のこうなんていうんですかね、色彩の美しさとか、蜜を使ってる質感のなんかこう包み込むような感じとか、まあこのちょうど人に対しての大きさなんかもちょっと包み込むような感じの大きさになってて、すごく豊かな絵画体験みたいなのができる、まあ、写真とかこういうデジタルではない実物で見た時の絵画の豊かな体験みたいなのができる展示空間になってまして、なんかすごいいい絵画作品だなと思って見てたんですね。これもほとんどわからないんですが、この辺近づいていくとこんな風になってまして、ピンクとここはねグレーだけどちょっと反対色っぽいグレーで、これも肉眼で見る時の独特の視覚効果があって、この一つの目、カメラで撮った一つの目じゃなくて複眼二つの目で見た時のズレとか、この隙間が色塗ってるんですけど奥に入っていくような感じ、実際は塗ってるので手前にこう紺色っていうかグレーの色が塗ってるんだけど、
視覚で見たらそれが奥に行くような感じになってて、独特のねその表面の、あの豊かさみたいなのを作り出してて、まあ、すごく絵画の魅力みたいなのを、まあ、再発見するような絵になっています。これもすごい細かいですよね。近くで見るとこんな感じになってる。でもう一つ同じ今村さんの作品で水彩画に紙で描いたものを切り取って、貼ってる、まあ、切り絵なんですけど、これもあの独特の繊細な表現で良、かったですね。なかなかねこう写真では伝わらないと思うんですが、こんな感じですね。こう切ってると、水彩絵の具で描いたのを切って、薄いなんていうのかな、あの薄い紙に、貼ってるんですね。でちょっと立体でこういうふうにボロボロボロってあの前に出てくるようなものもしてたりとか、まあすごく耐久性はないと思うんですが、あの展示で見た時にねこう外の光がすごく優しく入り込んでる中で、まあこういう作品、絵画作品のまあ豊かな体験みたいなのできていいかなと。こんな感じですね。素晴らしかったですね。やっぱ洋服とかでもこういうデザインあると思うんですが、なんかその洋服と違うのはやっぱり蜜蝋を使ってる質感であるとか、その前にこう絵画の前に整体した時、人が退治した時に見る独特の効果みたいなのがありまして、それがあのやっぱりなかなかあの他のまあテキスタイルとは違うところですね。すごく近い距離、これぐらいの距離で見る魅力と、まあ、普通に前に立って見る魅力と、ちょうど包み込まれるような、だから150センチぐらい離れて見るぐらいの感じと、やっぱ3つの見方ですごく効果が変わってくるので、まあ、その3つともに対してすごく意識が働いてるっていうかな、それぞれの魅力、見方の魅力が出る作品になってました。ここですね、この距離だったらちょっと包み込まれるような感じの距離ですね。でちょっと飲もう、バーッと喋りすぎやな。キーワード虹は一応いきましたね。こんな感じでちょっと人土鳥っていうのをちょっと喋っていきたいんですけど、大丈夫ですか。おもろくなって、おもろい、まあ、作品がいいから、まあ別に話そんなおもろなくてもいいかな。次虹の次は人ですね。人をテーマに扱った作品も多かったと。ちょっといただきます。まだまだ、人どんなんやったかな。ああそうそう、これ人では全然ないんですけど、まあもうちょっと飲もう。虹からのつながりでね、あと虹と人っていうところで、寺田修子さんの作品ですね。これも長者町だったかな、栄会場やったかな、その辺ですね、美術館じゃないとこですね。普段の既製品、コップとか、まあガラス製品とかプラスチック製品とか、まあよく手に入るようなものが、展示されてると、テーブルの上であるとか。でここなんか手すりあるのはもともとバレエ教室をで使われてた、部屋を、まあ、個展会場にしてやられてると、こんな感じですね。でまあ、寺田修子さんの作品はこういう普段あるものを、まあ、透明のものが今回多かったんですが、まあ、見え方が変わる知覚ですよね。人が感じる感覚を、ちょっとこう開いていくっていうかな、ものに対する既成概念をずらしていきながら、まあ、素材そのものの特性とか、そう色のその美しさみたいなものに、関心を向けていくと。まあ、影がね、すごくこうやって映り込むものも綺麗ですよね。なんかこういうもの、普段は見過ごしてしまいそうなものに、こう、なんていうかな、その鑑賞者、見てる人に対して働くものが働きかけてくるような展示になって、で、そのものが人に働きかけてくるような作品がいくつかこの後続くんですが、
例えばこれですね、Liu Wei さんで、タイトルは緑地っていうので、確か中国の方だったかな。すごい大きなインスタレーションで、さっきのテーブルの上とは随分違うんですが、でもこれも多分人がこのコップサイズ、小さいサイズになったとして、こうまあ小人さんになったら、あのリウェイさんと同じような感覚、身体感覚というかな、知覚、をこう揺さぶってくるような作品になっていると思うんですね。リウェイさんは何人でしょうか。中国生まれ、北京生まれですね、の方ですね。1972年生まれか。まあ使い古したテーブルとか、まあ、本来は捨てられるような材料、既製品ですよね、を、また再構築してる。で、緑地なので下に緑色のマットを張って、そういうふうな、まあ、ちょっと公園というか遊具にも見えるようなものになっていると。で、ちょっとこれ動画があるので動画も見てくださいね。よいしょ、いきますね。私が撮った動画です。あ、ちなみに愛知トリエンナーレの今映してる作品は基本的には写真とか動画の収録が OK だったものを紹介してますので、ご了承いただけたらと思います。じゃあ動画ですね。リウェイさんの緑地の動画、私が撮ったものです。ポンと、まあこれなんか普通のマットですね。なんかマットをドローンと置いてるだけ。テーブルが立てかけられたり、まあ、普段のテーブルとは違う使い方をすることで、まあ、独特の遊具というか空間をこう作っていると。なんかとんでもないでかさのこれも重たいのか重たくないのかわからないけど、こうチェーンソーでぶら下がってたりとか、テーブルにあったりとかですね、まあ、そういうものをですね、近くに人の、まあ、主体と客体ですよね、ものがあってそれを見る、このマイクがあって、これに対して人がこうどういうふうにこうやってるかのこうやってるかな、鳥さん言ってるのは鳥エンナーレやから鳥かなみたいなね、それは違うかまあそういうものなんかもあったりすると。で、同じような、文脈で、イアン・アイッサさん、トルコの作家ですね。これも人に対して形がこう何かこう働きかけてくるようなものになっています。で、ちなみにイアン・マイサさんの作品は何かこの言葉も重ね合わせがありまして、エジプトやったかな、なんか その昔からある、多分エジプトだったと思うんですが、エジプトのなんか象徴、象形文字かとかキーワードみたいなんとか、まあ、そういう形、昔からある形に対して反応して重ね合わせていると。で、今回その重ね合わせっていうのですね、ある作品があって、このビールと鳥をこう同時に配置して、これとこれが重ね合わせることで出てくるもう一つのこの上の意味みたいな、まあ、メタな意味、上に出てくるような意味みたいな、この重ね合わせの技法を使われている作家がすごく多かったですね。で、しかもこのイアン・アイサさんはその重ね合わせにエジプトの象形文字だったと思うんですけど、それもちょっとフィクションが入ってて、重ね合わせをまた攪乱する、混乱するようなのも一つの、まあ、方法としてやられてると。で、これ私なんですけど、名古屋市美術館で展示してたライ・ズーシャン、ライ・ズーシャン、台湾人の方ですね。これなんかは、先ほど言ったものを 見る方と見られる方、マイクを私、マイクに向けて私が喋ってるのをこう逆転させる。だからこれ私なんですけど、私が観客のはずが壁に、これ柱のね、壁のところにこう回廊があって、ここ以外は歩いたらダメなんで、この上は必ず人が歩くようになってるんですけど、こっちが入り口なので、私が作品の一部になってしまう、作品として提示されてしまうみたいな、これも先ほどの、ものを見る私が見られる側、主客がこう逆転するみたいな効果を狙ったものですね。まあ面白い、普通にね。
でまだまだこう人の感覚近く体もしくは体ですね、体とか音耳なんかにもこう影響っていうかさ、その何かこう関わりを求めてくる作品というのは今回たくさんありまして、これは高橋史郎さんの作品ですね。これも動画があるのでちょっと見てもらってるのは、これは風船みたいな空気が入ってるような状態なんですが、ちょっと音を入れたいのでこれを消してちょっと準備させてくださいね。あ、出ないかな、待ってくださいね。まあいいか、音なしで、よいしょ。じゃあ動画を探します。ここに高橋さんは結構ベテランの作家でして、確か万博にも出してたとか書いてたような気がするんですね。ちょっと見ましょうか。あ、高橋史郎さん1943年東京生まれで、造形作家にしてイスラム文様研究家であると。これ愛知トリエンナーレのガイドブックですごく分かりやすく載ってるんで、ぜひぜひもらいながら片手に見ながら展覧会見てもらえたらと思うんですが、すいません。高橋史郎さん、造形作家にしてイスラム模様研究家、芸術分野にテクノロジーを融合させた立役者の一人として知られる。1970年代に当時極めて先進的なコンピューター制御によるアートを大阪万博エキスポ70をはじめ世界各地の展覧会で発表したというふうに書かれてるんですね。からまあメディアアートの先駆者と位置づけられる、わかんないですけど、まあそういうのが書かれてると。でこれもねちょっと動画で見た方が面白いなと思って動画を撮りました。ちょっと待ってくださいね。こらこら先に行くんじゃない。よいしょ。い高橋さん。ちょっとずれてるな。音もなんかね、こうブオンブオンっていう音がありまして、じゃあ動画行きますね。ああ、間違った、すいません。これもなんか不思議でしょ？あ、ちょっと音入りましたね。こんな感じ。まあ、非常にユニークな、たまたまこのね肩車した人がいてくれたんで、でずっとこのブオンブオンって言うてるのは、この最後撮った、肺呼吸してるオブジェというふうになってるんですね。まあ、面白いですよね。なんかもうでもね、これね、今私一応人が物に関わる作品ということでまとめて話してるんですけど、実際の展覧会はそれがいろいろこうバラバラというか、文脈は今の人みたいな文脈じゃなくて、次から次へいろんな作品が来るんで、多分ちょっと見てる人はね、軽いこの辺で高橋さんら辺の作品でもう僕もですけど、頭の中がこうぐじゅ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 っていじられてるみたいになって、軽いパニックを起こすんじゃないかなっていうふうに思います。まあまあそんな感じですね。だから虹人ときまして、で最初にまず人って言いながらも、こう人がどうものにこう働きかけられるか、人とものとの関係でできた作品っていうのを今話してたんですが、次は人そのものを、捉えた作品ですね。マーク・マンダースの作家、オランダの、作家ですね。まあね、非常にオーソドックスというか、まあ、彫刻、人物彫刻ですね。これ私ですけど、まあ私かなり好きな作品で、こういう風な展示ですね。
この辺とかあのシュールレアリズムのね、作品もしくはあの仏塔のこう、仏さんのねこう頭だけが飾ってるようなものもちょっと想起すると思うんですが、特徴はこういうふうに仮説的な、養生シートの中で展示されていると。でこの箱の下にあるのは粘土がこうゴロッと使いかけの粘土があったりして、まだこれから作ってる途中なのか作り終わった後なのか、その辺がちょっとこう曖昧なまま提示されてるんですね。この作品なんかもすごく素敵な作品だと思うんですが、半分こう崩れかかってるっていうか、まあ、途中で、止まってるような作品になってると。でなかなかねこう彫刻で人物だけで、何かこう作品を今発表するっていうのはいろいろやられてる、過去にやられてるのであの難しいと思うんですが、まあ、こういうふうな、形で、展示する、まあ、その人そのものの仮説性とか仮想、まあ、粘土そのものの仮想性ですよね、こう動いていくっていうか、まあ、作り変えれるっていうような、まあ、そういうものも含めて、提示してるっていうのはすごくいいなと、まあまあ、今言葉悪いけど、まあ、今っぽいなっていうか今の私たちの身体感覚に近いなと、まあ、マークグロッチャンかなとかいう作家も確かこういうふうな展示、まあ、されてたりもするんですが、なかなか素敵な作品やなと思います。まあ、ちなみにこれ親子で来てた、お父さんが首折れてるなぁって、子供が、コメントしづらくて、ね、ただ単にこう無視してたっていうのもありましたけどね。まあこういう感じで来ました。虹、人まで来て次は、土ですね。またいただきます。これ 1テーマ行くことにビールを飲むっていう、こう一つのこうなんか今ルーティンが出てきましたよね。じゃあ次、土に行きたいと思います。ちょうどいいタイトルで土の人っていうのがあって、まあ、人と土をつなぐにはもうもってこいのマッドマンですけど、沖縄出身の山城千佳子さんの作品で、23分のある映像作品ですね。こういう感じの作品です。これはあのアートスケープっていう美術 の専門ウェブサイトにも、かなりこう高い評価であの評論が載ってたので、また下にリンク貼っとくんでよかったら読んでもらえたらと思うんですが、あの沖縄のまあその土着、まさに土着ですね、土に着つくって書いて土着の問題であるとか、まあ、民族の問題とか歴史の問題であるとか、まあ、政治の問題であるとか、まあ、そういうのを、テーマに扱いながら、しかしそれを直接的に表現するんではなくて、かなり大きな大画面ですね、人がこの、3分の2ぐらいの高さなんで、ここが天井なので大きな大画面 3つのスクリーンで映像を映しながら、まあ何て言うかな、かなりこうフィクションか、フィクション的な土から人が生まれてくるみたいなフィクションを使いながら、まあ、沖縄の問題について、映像で20分の映像で、提示していくというような感じですね。で、まあ、本当によくできた映像作品で、まあ、ちょっと映画っぽく感じるぐらい、その映画を見慣れてる人が見ても、まあ、十分こう見れるかなっていうぐらい映像のクオリティ、そしてまあその20分の構成ですよね、ができてたと思います。という感じですね。で、まあ、間にこの土の中から出てきた人がこう花火というか、すごく爆撃っぽい、その空襲の、ね、爆撃であるとか、沖縄唯一 の白兵戦を第二次世界大戦、まあ、太平洋戦争の最後を行った国で、国じゃない、場所で、大阪とか、ね、名古屋とかは、まあ、空爆はされてるんですが白兵戦はやってないんですね。ただ沖縄は唯一白兵戦をやったと。で、まあ、その日本国軍とアメリカの攻めてくる両方の板挟みになった沖縄の民の、非常にやるせない、どっちに行けばいいねみたいなね、あの辛さみたいなのも、実はありまして、まあ、その辺が、まあ、今みたいな説明、政治的な説明は全くないんですが、感覚に訴えかけてくると、そういうところがっていうのがまあ特徴ですね。
ちなみに私大学の卒業旅行で沖縄のことすごくそのと、まあ今も好きなんですが、その時やっぱその表面的なユートピアとして沖縄を見るだけじゃなくて、本当の沖縄ってどんなんだろうっていうのをすごく知りたくて、実は21歳の時かな、沖縄を自転車で一周で回ったことがあるんですね。で、その時に平和記念館とか、沖縄のその今みたいな話ですね、なんかも知るきっかけになったんですけど、面白いですね。沖縄ってこう、沖縄本島があるでしょう。地図がないかな 用意してないんだけど、あ、こっちこれでいいか。ちょっとそんな用意話そうと思ってなかったんで、用意してなかったんですけど、これ沖縄本島のちょっと画像粗いんですね、地図ですよね。こう細長い島になってて、この辺に港と飛行機があって、私はその時自転車で一周したので、大阪港から自転車乗せて港にこの辺に着くんですね。で、西海岸をどんどん北に北上して自転車で上がっていくんです。で、この西海岸っていうのはすごい観光地で、万座毛があったり、ホテルがあったりして、すごく華やかな部分があると。で、折り返してこっちの東海岸自転車で回っていくと、もう全然違うんですね。観光地はほとんどないし、すごくこう沖縄のこう、もうすごい光と闇っていうかな、明暗がこの東と西で分かれてまして、東の方がだから普通に住む集落とかがあったり、火力発電所がこの辺にあったりとかですね。で、その東と西を実は分けるのが、真ん中にアメリカの空軍の大きな基地がドーンとあると。で、南の方にぐーっと回ってくると、最初にそのアメリカ軍が占領して上がってきた南側から、太平洋の方から、南の方から攻めてきてるんで、この辺がすごく戦火、白兵戦の激しかったところで、そういう記念館がこの一番南の方にある。で、そういうふうに、なんていうかな、沖縄っていうのは、そのやっぱりその近代的な、日本っていう国家っていう枠組みを考えるときにね、すごくいろんなものを想起させるものになってると思うんですね。で、土の人っていうのは、土着っていうのは、ある種ローカルカラーですよね。その土地固有のとか、バナキュラー、その場所の独特のその文化、歴史みたいなものを考えていくみたいなのがあって、その辺は多文化主義、80年代のスタートの中で起こった動向で多文化主義っていうのがあって、その後に脱植民地主義、ポストコロニアニズムっていうのがあって、その沖縄であるとか、その中東であるとか、そういうその文化と文化がこう、ちょうどこう、なんていうかな、東と西の文化がこうバーンと当たるとこっていうかな、いろんなものが、摩擦とか圧力が起こりやすいとこなんかを俎上に上げて、国家とか、私っていうアイデンティティに揺さぶりをかけていくっていうのが、アートの中であって、現代アートでいうとね、90年代ぐらいからあったかな。で、もう今2016年だから、本当にもう脱植民地主義の成果みたいなのが一通り終わって、それがやっとこう日本の中でも定着してきたかなというところですね。で、次の問題としてそのグローバル化っていうのがあって、なかなかそこには手をつけてれないし、イギリスとか、アメリカのトランプの話とか、逆にね、保守になって、こうその脱植民地主義の成果みたいなのが、真逆の展開みたいなのを見せてるのがここ最近で、それに対してどうやってアーティストは応えていくのかなっていうのは、一つの見どころだとは思うんですが。で、先ほどの、沖縄の方のね、作家の次に紹介するのは、この、ニューヨークを拠点にした作家で、チェルシー・ナイトっていう作家ですね。先ほどのその脱植民地主義の話で出てきた、問題の、アップデートするような形で多分提示されてる作家で、私一応この 作品すごい面白いと思ったんですけど、一番難解っていうか、なんとか読み解こうと思って努力したんですが、多分半分も読み解けてない作品の一つですね。でも、だからこそすごく、興味深いというか、何を言おうとしてたとか、どういう意図でできてるのかな、気になって仕方がない作品ですね。ニューヨーク拠点にした作家で、チェルシー・ナイトと4人のアーティストによるコラボレーションである。
でナイトと4人のアーティストは、まあ映像インスタレーションでフォールトゥーアースっていうのを展示したと。確かこれも2、30分だった、20分ぐらいだったと思うんですけどね。で本作のモチーフはイスラム批判で物議を醸したサルマン・ラシュディの小説悪魔の詩、さまざまな闘争や事件の発端にもな、発端にもなったこの小説は冒涜、まあ、神への冒涜ですよね、冒涜という概念を象徴的に示すものである。書物やレコードが、まあ、映像の中で切断粉砕される様は罪悪感と解放感が相半ばする意思での感情を呼び起こすっていう、まあ、解説がここに書いてあるんですけど、なんかね、あのまずその小説の、悪魔の詩っていうのがそのムハマンド、まあ、イスラムのねクルアンっていう、まあ、聖書っていうかその聖典があって、そこに対して、なんか矛盾があるみたいなので、その矛盾について批判をした小説らしいんですね。確かイギリスの人が書いたのかな。だけどそれをまあ結構そのベストセラーになったらしいんですけど、イスラム圏の過激派の人たちは、聖典を批判するとは何ぞやみたいなんで、その作家とかそれに関わった人たちをこう暗殺するっていう計画を企ててたみたいで、なんかそういう非常に問題になったものをテーマにしてると。でそれをもとに、4,5 人の人たちがこう対面しながら何かあの対話をするんですが、なんかその自分のアイデンティティとか自分の出自みたいなのをどう解放するか解放しないかみたいなやり取りを多分やってたような気がするんですけどね。本当にあのよくわからない、あのなんとなく、あそうそう、あのわからないんですよね。で私が一番感じたのはすごく人の本質について突っ込んでる映像作品やなと思ったんですね。でそこはずれてない、ひたすらその人の無意識の中にある憎悪とか欲望とか、そういう部分ですよね、をこうどういうふうにこう捉えるかっていう、その向き合うかみたいなことをやると。だから人っていうものもとことんこう、考え尽くすみたいな執念みたいなのをこの映像には感じたんですね。でそういうのってやっぱり日本の作家あんまりそういうことしないんで、別に人自身をもうそこまで問い続けるってことはあんまりしないですよね。あなたの考えてるとか、あなたの存在はとか、あなたの意思はどこにあるんですかみたいな、とことんこう圧迫面接みたいなこう追求することってあんまりないじゃないですか。どっちかって言ったら風景の中で、例えば土の中でいてる私とか、風景の中でいてる私という存在みたいな感じで、アイデンティティっていうかな、私の主体とか考えみたいなのがあるのに対して、まあ、このチェルシーナイトの何て言うのかな、もう執拗にこう追い込んでいくような感じっていうのはまあ独特かなと思いましたね、うん。まあ、ちょっと分からない上に気になる作家でした。で、土から人に移る中でこの作品ですね、土そのものを取り上げた作品で、交わる水、会合する北海道と沖縄っていうことで、この手前が北海道の土で、奥側が、沖縄の赤い土ですね。こっちの北海道のやっぱ石炭とか炭鉱で、栄えた町、北海道の、黒い土が展示されてまして、奥側はまあサトウキビ畑に代表されるような赤い土が出てると。でこれは確か長者町だったかな、境町だったかな、美術館とは違うところでコラムプロジェクトとして行われたもので、今回愛知トリエナーレのもう一つの特徴で、このコラムプロジェクトっていうのがいくつかありまして、アイヌって東北の問題ですよね。その文化人類学的な視点で見た、文化とかその土地の問題であるとか、まあ、あとはコレクティブアジア、オキュパイ製造権ユーモアみたいな共同政策、共同集団の作り方、アジア圏における共同集団の作り方とか、トランスメディション
イメージの未来形みたいなポストインターネット時代におけるメディウムみたいな、ね、そこいくつかの、コラムプロジェクトがあったのも特徴ですね。でその中でこの沖縄と北海道っていうものを両方対峙させて展示していると。でこれもすごく面白かったですね。でこれはあの招待作家とは別でプロジェクトが組まれてまして、キュレーターに町田恵美さんで、総合ディレクターにはあのトリエンナーレ出展参加の一人だった畑聡さんで、それ以外に加えて参加作家として石田忠さん、宮城太さん、山城千佳子さん、岡部昭夫さんみたいな感じの、まあ、グループで組まれた展示になっているというものがありました。であとこれですね、これは美術館の中愛知芸術文化センターで展示されてた、味岡慎太郎さんの、確か愛知県の土を、色ごとに集めたもので展示されているものですね。まああの多治見かな、結構陶器も有名ですよね愛知県はね。こんな感じでそのいろんな土のものがあると。なんでまああの文化人類学も今回のあの展覧会を作る上ですごく大事な要素になってるんですが、リサーチしアーカイブし、まあ、そういうものをこう考察していくときに、まあ、やっぱ土地その土地の持ってる色ローカルカラーですよねみたいなことが、まあ、全面化してくる展示になってたかなと。だから虹のキャラバンサライって言いながら実はそのもう一つ裏テーマで土大地土ですよね、まあ土があったのかなというふうに思います。じゃあ、次ですね。あ、差し込んでなかったけど次鳥ですね。鳥に行く前にちょっとねだいぶ寄ってきて暑くなってきたんですけど喋りすぎでちょっとまた行きたいと思います。鳥まで来ましたね。鳥の後終わり、あ、旅か、鳥で旅、旅はほとんどあのないんで、ないっていうかあの全体に言えることなんで、まあだいぶ終盤まで来たかなって感じですね。鳥でね、まあ、鳥さん来たよ、ぴょぴょ、鳥さん、虫か。あの先ほどのあのコラムプロジェクトでもあったんですが、鳥の歌メッセンジャーの系譜っていうのもまあコラムプロジェクトでありますね。で東博樹さんが代表している言論カフェでも、まあ、鳥のなんかその対話みたいなことを研究している方の論文なんかもあったりしたんですが、まあ、鳥についてっていうか、まあ、鳥について考えるのがいくつかあったと。まずダンと、鳥について考える、アローラ&カルサディーラ、プエルトルコ出身の作品で映像作品ですね。いくつかのこのこれも大きな映像なんですが、人がだいたいこれぐらいの大きさかな。だからめっちゃでっかいオウムが映ってるって感じですね。こうオウムの映像とかあと他の映像の重ね合わせインポーズによって、作品を、示していると。で説明しましょうか。アローラ・カルサディーラは、軍事・政治的な衝突や緊張を徹底的なリサーチと創造性豊かな解釈によって映像彫刻パフォーマンス化するグループとして知られる。近年では個人具体的な事象から宇宙や人類にまつわる普遍的問題に迫る作品を制作していると。で今回の作品では、地球外生命体との交信と鳥類とのコミュニケーションという規模や観点の異なる2種類の関係性を取り上げていると。他者との出会いというテーマが2つの視点から探求されると。だからまあ鳥を人類にとっての他者、まあ鳥の言ってることは分かんないですよね。ピー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 鳴いてていいなと思うけど何喋ってるかわからないと、まあ、そういう他者として鳥を扱うと。で、さっき宇宙っていうのも出てたんですが、なんで宇宙と鳥が出てくるんやろうと思うけど、その鳥のまだもっと違う他者として地球外生命体との交信っていうのがありますよね。鳥のことはわからんけどインコ飼ってる人やったらある程度ちょっと鳥の気持ち分かりそうじゃないですか。
でも地球外生命体のことはもう全く分かんないですよね、会ったこともないし。だからそういう全く会ったことも想像もできない他者について思いを巡らせるっていうのが作品になってる。でこれは最近のね、ヨーロッパからフランスを中心に出てきた詩弁的実在論、スペキュタル、なんかスペクタクルリアリズムかな、 SR って言われるものですよね。クアンタムメイヤス、フランスの思想家のクアンタムメイヤスを中心に出てきた、人間以外の哲学について考えよう、まあ、世界について考えよう、人間がいない世界について思考しよう、考えようというようなものが、まあ現代思想としてムーブメントとして起こっているし、アートもそれに対してメディウム・オブ・コンティジェンシー、まあ、偶然性によるメディウムを使った、アート作品みたいなものを出していると。まあ、偶然性というのは完全な宇宙人とか他者とかですね、神がいない世界、もしくは神がまだここない、いない、まだここにいない世界について考えるみたいな発想ですよね。だからまあそういうのが現代思想のまあ新しい動向がこういう作品としてまあ提出されているっていうのがこのアローラ・カルサディーラだったのかなと思います。で、まあ展示としてはやっぱ面白いけど、やっぱり他者、要するに宇宙人なんで分からんなみたいなところもありますよね、やっぱりね。分からん半分で、分からんものについて考察するっていうことのまあ面白さについて反応していくっていうような感じですかね。で今回面白かったのが、鳥をテーマにした作家がもう結構いくつかいてまして、音楽映像はないんですが、音だけでその鳥の音とか風景、例えば愛知県の森の中に行ってすごく多角的に360度こう音が入ってくるようなスピーカーを使った作品ですね。スピーカーをすごく、まあ、360度たくさん張り巡らして、音そのものがこう角度としてこうね、オーケストラの角度のように入ってくるような、作品を作った。僕それすごい好きでずっと言っときたかったんですけど、一人で行ってなかったんで途中でもう終わらないといけないという、こう悲しい思いをしたんですが、作品名前誰だったかな、愛知芸術文化センターの最後の、あ、クリス・ワトソン、イギリス生まれですね。音響技師、世界各地の自然の音を録音するというユニークな活動を続けてきた。すごく綺麗な音、音質でですね。で、まあ、例えばワニが川に入っているものを録音するみたいなものも挙げられたりとか、まあ、その鳥の音とか動物の音、人間以外の音をこう想起させるようなもの。であと今回行けなかったんですが、岡崎地方だったかな、ごめんなさい、岡崎じゃない、豊橋地区の、水上ビルで、ビル4階を丸々こう鳥の生息地みたいに、こういうね、写真になるような感じで木の柱をいっぱい立てて、鳥をそこで100羽放して、鳥そのものの生活の中に人が入っていくような作品を作ったラウラ・リマ、ブラジル生まれの作家なんかもありましたね。で鳥っていうのはだからまあ一つ、このツイッターにあるように、こう鳥のささやきつぶやきみたいなね、こうものっていうのは非常にこう、まあ、人間以外の音であるけど、その環境全体についてこうコミュニケーションするっていうか、ある一つの生態系っていうか空間を作り上げるものとして、人を考える上で、まあ、鳥、人間以外の動物、生息物についてこう意識を働かすっていうのは、まあ一つの方法論としてすごく有効なのかなというふうに感じて見てましたね。で、まあ、あと鳥以外にもその文化人類学的な思考でいうと、その熊に変装するとか、鹿を追いかけるとか、まあ、そういう作品もあったんですが、東北地方の先住民族のその動物との語り合いですね、人間以外のコミュニケーションに対して常にこうアンテナを張るというか、意識を持つというか、考えを巡らせるっていうのは、この人間中心主義とか近代主義の、限界を乗り越える上では非常に有効な方法論ではないかなという、だからまあ飛びっていうのをまあ出してきたっていうのは非常に有効なんじゃないかなと思うんですね。例えば原爆の問題なんかも、
人間個人の問題だけではやっぱりなくなってきて、何万年後のその土地の汚染について意識を働かせるって言ったら、もうこれ完全に人間以外の問題とか、時間もあまりにも超越しているので、要するに他者ですよね、人間が想像を超えたところについての、意識思考を働かすっていうのが要求されるようになってきて、まあ、そういう意味ではその人間だけではちょっと考えられない未来の私たち、未来の思想について考えることで、どういうふうに振る舞えるか、どういう環境に対し環境を関わっていくみたいなね、そういうことをまあ考えさせるきっかけにもなっているような、テーマですね。で最後、旅まで来ました。ちょうど一本飲み終わる感じですね。私お酒好きなんですけど弱いんで、一杯でもかなりね、もう顔見たら分かると思うんですけど、目も眠くなってくるし、顔は真っ赤っかになるし、もうヘロヘロになっちゃうんですよね。まあお酒は好きなんですけど。じゃあ最後、旅ですね。まあそういうふうに分かって、オチは分かったと思うんですが、鳥といえばね、羽ばたいて、地球から地球、地球から地球じゃない、土地から土地へ渡り鳥ですよね。渡っていくっていう特性のある鳥もたくさんいてまして、そういうまあ人間以外のことに思いを巡らせる、もしくはその土地土土着のローカルカラーだけではないものに対して思いを巡らしたり交流したり関係を取っていく、まあ、こういうふうなその感覚であるとか、感性であるとか知性であるっていうのが、まあこれからすごく重要になってくるっていうのが、まあ一つの、テーマとして出てくる。でその中で今回の旅、トリエンナーレ全体を、フォーカスするテーマとして、こう旅っていうキーワードが出てきたっていうのは非常に示唆的ですよね。愛知トリエンナーレのガオフクシケワイドブックにも使われているこの地図の絵をずっとこう描いてた作家を取り上げてるんですが、こういうふうな、まあ、旅に、必要な、方向性であるとか、マップであるとか、立ち位置であるとか、もしくはその行き先について考えを巡らせるような、まあ、地図、旅みたいなものが、もう一つ最後の訴状として出てくるであろうと。でこれが、愛知芸術文化センター入ってすぐの、まあ、非常に今回のトリエンナーレの、象徴的な作品であるジェリー・グレッティンガー、アメリカの作家ですね。これ私ですね。もうええか、私がここにいてると。まだ最初の方なんで元気ですね。で、この作家は、地図をこう1枚ずつね、書くっていうのが、まあ非常にライフワークになってまして、ちょっとずつ書いていってはつなげていくっていうような作品になっています。で全体で見たら非常に、荘厳な作品なんですが、一枚一枚は本当に普通の紙でね、コピー用紙じゃないけど、こういう普通の紙に書いていったものでやってます。でしかもこれは半分っていうか、そのどこまでが本までどこまでがフィクションかわからない地図を書いてるみたいですね。まあ、この辺も現代的かなと。その現代に生きて旅をするときに、近代科学ではその透視図法であるとか、三点四方みたいなので正確に世界を読み取れるという信念のもとに、世界を渡り歩いてたのが、ある種の世界の読み取りの正確さと偶然性による不正確さ、どんなに正確に読み取ってもやっぱり予測不可能なこととか、まあ、とんでもないことが事態として起こってくるっていうことに対する、まあそのこれから、そのなんつうかな、備えじゃないな、態度でもない、態度か、まあ、そういう態度を持っておくと、そういうことがあり得るんだが、その他者、知らない人とか、文化の違う人とか、土の色が違う人と触れ合うっていうことは、ある種のその予想外、想定外のことも起こるが、それ上、その、それ込みでその豊かに関係を持っていく必要があるみたいな、ことを多分、考えざるを得ない時代に今来てるんじゃないかなっていうようなことが、まあ、総括として出てくると思うんです。
ですね。で、まあ、この辺の話っていうのは実はそのウォルターモダンってね、ニコラ・ブリオが2009年だったかな、だったと思いますね、震災前に、ウォルターモダンっていうキーワードでもう一つのモダン、近代を考えようっていうので、テキストを書いてまして、その中の、キーワードに亡命、エグザイル、そして旅、国家間の境界、クレオール化、まあ国家間がこう混ざっていくっていうかね、その、グローバル化で国家間の境界が経済とかでどんどんなくなっていく中で、まあ、混ざっていったり、その圧力も起こったりとか、まあ、そういうものが出てくるだろうってことに対する、言葉ですね、クレオール化、まあ、混ざっていく、混交していくってことですね。でフィクションとしての正当性みたいなものとか、がまあ挙げられていると。で、まあ、この辺がだからその近代のそのもう一つの可能性、まだまだ近代化の中にいてるポストモダンではなくてウォルターモダンとして現代を捉え直して、まあ、その課題であるとか可能性について考えていこうというようなものがあって、まあ、その辺の、2009年に起こった、まあ、これがすごく新しかったと思うんですけど、まあ、2016年なんか7年後かぐらいに愛知トリエンナーレでかなり、現実化したという展開していったっていうのが、まあ、私の、見立てですね、うん。で、まあ、例えばフィクションとしての正当性っていうのは先ほどの地図も正確な地図ではなくてフィクションであったりとか、沖縄の方 の、 あの映像作品なんかも、土から出てくるっていうのは非常にリアリティがあって実感として分かることだが、映像としては、まあ、土から人は生まれないのでフィクションとして現れてくるとか、まあ、そういうものですね。であとタイムスペシフィックっていうのはその時間軸に非常に特殊、まあ、特徴っていうかそのなんとかな、まあ、時間タイムっていうのは時間で、スペシフィックっていうのはそれ自体に固有のっていう意味なので、時間固有の時間の特殊性について考えたものっていうものを、考えていくと。今回タイムスペシフィックの作家っていたかな、ちょっと後で考えます。で最後テキスト論理とイメージ、時間と空間の編み込み、これはさっきの何度も言ってる重ね合わせですよね、複数の画面で見せたり映像と文字やったり映像と地図であるとか画像とテキストみたいな、そういうイメージの重ね合わせで、もう一つの、メッセージみたいなことを、やっていくというようなもんですね、うん。でタイムスペシフィックは今考えたら映像の作家でいくつかいてましたね。結局今のことなのか、過去のことなのか未来のことなのか、もしくは私のことなのか他人のことなのかみたいな、そのずらし、時間とか主体をずらすことで、かく乱していきながらその今のあなたとか今の私とか今の場所について問いかけるような作品が、複数あったと思います。で特にそれを最も強調して表してたのが、もう一番最後行って相当疲れた時に見たんでめっちゃ重かったっていうかね、頭パンパンなってた作品で、コラムプロジェクトの作品で、どれやったかな、これで合ってんのかな、長者町にあった堀田商事株式、これかな、ちょっと分からへんな。なんかね、あの、味、ジャランジャランっていう、あの、韓国、在日韓国の人で、韓国人なのか日本人なのか、あと二重人格になってるんですね。ジャランジャランっていう人と、地渡しっていうのがいて、その私とジャランジャランがこう相談しながら、独り言のように喋りながら、映像が撮ってて、で何を喋ってるかって言ったら、朝鮮半島 の、 あの国境沿いにある非常にその政治的とか軍事的に不安定な場所を観光しに行くときにビザであるとかその許可が下りる下りひんみたいなのがあって、その在日韓国であるとか精神分裂病の人なんかやっぱちょっと難しいみたいで、それについて電話でねすごくこう行けますかみたいなことを
言っててダメです言われながら、でもう一つの私のジャランジャランにダメって言ってるよジャランジャランみたいなの言ってて、でも行きたいよねみたいな、ちょっと わけわからんすごく混濁したような映像作品があって、まあ、それなんかはある種 あのフィクションとしての正当性であるとか、タイムスペシフィックみたいなことを体現している作家かなと思いました。ちょっとねその作家の画像なんかがないので、すいませんね。まあえっかちょっと探すか、誰やろうな。まあそんな感じで非常にこれ今喋ってるのは本当一部で、多分4分の1もっと少ないかな、豊橋岡崎入れたら5分の1かもしれないんですが、まあ私が気になった作家を中心に今喋っていってるんですね。だからまだ10月23日、2016年の10月23日まであと1ヶ月ぐらい、愛知トリエンナーレあるので、まあぜひ見に行っていってね、いろんなこと感想とか、いや辻さんそう言ってるけどとか、辻さんこれ見逃してますよとかね、こんな面白い作家取り上げてないじゃないですかとかあったら、ぜひぜひね声を上げていってもらえたらなと思いますけど、どれかな。なんかねテキスト文字も映像の中にこう差し込まれるような作家でね、ビル全部使ってやってたんで結構インパクトあって面白かったんですけどね、名前が出てこないかな。でちなみに今回その名古屋地区のその長者町とかは昔の繊維街でね、なんかそういう栄とか繁華街とか繊維街とか、普段は絶対行かないようなところを歩きながら見て回れるっていうのも、まあこの、地域アートねの醍醐味かなと思いますね。すごくベタですけど、まあ、地域アートっていうのはそういう一人ではなかなかそういうところに行かないところにこう踏み込める、まあ、まさに他者、軽いですけど、軽い他者に対してこう出会えるみたいなところが、まあ、面白さの一つかなと思いますね。この人かな、ちょっと正確には分からない、孫三飛、韓国生まれ、アムステルダム拠点、自身の経験と社会問題や神話などを結びつけることで他者の声をすくい上げる、今回は演劇的要素を取り入れた映像作品を発表、低俗なラブストーリーであると思われがちな伝統民族芸能の演目ビョンガンソエガに孫は下級階級の悲哀や社会の不条理の本質を見出す、伝統の再解釈によって得た視点から近代起こった、セオル号沈没事件や新自由主義の名のもとに弱者が冷遇される韓国社会の現状に問いを投げかける、ちょっとこれかどうかわからないですけど、まあまあそんな感じですね。じゃあ最後番外編ダウンとキッチュ、まあ今までで大体愛知トリエンナーレの私のまあ見立ては終わりなんですが、まあ、それ以外でキッチュっていうのはその世俗のとかね、よくまあ非常に大衆消費社会の中でまあ消費されるようなまあ世俗の趣味みたいな部分があると思うんですけど、まあ、そういうもので面白い作品がいくつかあったので紹介したいと思います。1点目これですね、1点目というか2人いるんですけど、三田村みどりさんの作品で、小さな人形、おもちゃの人形をこんな感じで壁にね接着してたりとか、まあ多分リカちゃん人形みたいなのをこう組み合わせてこういう作品にしてたりとかしてて、で全体としてはこう部屋をこういろんなキッチュなもの、大量消費製品で作ってて、まあある一つ見た人はなんかちょっとした物語とか意味合いみたいなのを感じられるようになってまして、でところどころその作家の三田村さんのまあ詩というか言葉というかね、まあ振り返ってはいけないとか、これはこれで愛はなんとかとか、なんかそういうふうなそういうふうなと怒られるのはちょっとちゃんと思ってないのですいません、まあ、そういうなんかその、メッセージ2行ぐらいのメッセージがいろんなところに点在してるんですね。でそれの言葉と、まあ、オブジェ、こういういろいろなそのもの、ここでもリカちゃん人形っぽいものがあったり、さっきのこういう
ものがあったりとかしながらこういうのをまあ読み解く楽しさみたいなのがあって、かなりここは人がたくさんいてゆっくり見てたかなと。でやっぱりその日本でね現代美術みたいなやっていくときにやっぱ政治とか移民の問題とか、今回もその移民の問題でそのジプシーロマのことを取り扱ってたり、南米の問題とか、まあ、そういうのあったんだけど、やっぱ日本の中でいるとなかなかやっぱピンとこないんですよね。そのあのヨーロッパ大陸でいてるとやっぱ移民の問題ってもうすごく喫緊で、あの喫緊というかもう普通にクラスの半分ぐらいがドイツのあるフランクフルトの知り合いのね話だったら半分移民の人がいてて、でまあ卒業するまで入学した時はもう半分ぐらいからまあまだ違法かと思って息子さんとか娘さんを入学したらしいんですけど、卒業する時にはもう4分の3が移民で4分の1がネイティブみたいな感じになってて、あの教育自体はね、教育者自体がどっちにをマジョリティとして捉えて教育活動していいのかもう分からなくなってるっていうのがあって、まあそれぐらいそのヨーロッパのその移民とかね、そのことに対するというのはすごくなんとかなリアリティがあるんですよね。でも日本の中にいると、まあ、ちょっとずつ沖縄の問題とかかなりリアリティが出てきましたが、あのやっぱりなかなかリアリティのない部分もたくさんあるので、そういう意味ではこのキッチュ大量消費、大量消費とかその大衆にある、まあ、世俗の感性みたいなことを現代美術の中の文脈として取り込みながらね展開するというのは非常に有効なやり方ではないかなと思います。まあ、危険はありますけどね、キッチャー使う以上はね、誤読されるっていうかね、まあ、これが可愛いみたいなね面白いみたいなだけで終わってしまうと、やっぱりそれやったら他のその雑貨屋さんの商品棚とどう違うんだっていうことがあるので、常にキッチャー扱い以上は危険性があるんですが、でもまあ村上隆さんが漫画を扱ったりジェフ・クーンズが編み込み扱ったりとか、まあ、そういうキッチュを扱うっていうことはねやっぱり現代アートの中では、非常に有効な手段なので期待しますよね。でもう一人の作品が、こちらの作家で竹川紀明さん、新サルカニ合戦戦争と戦争の間に浮かぶ宇宙船より、もうこれキッチュ爆発してましたね。小学生男子がもう大喜びで、うわカニめっちゃ猿カニ、カニめっちゃ茹でられてるしみたいなんでキャッキャキャッキャ言ってましたよね。まあ、ここまでねそのキッチュ徹底すればなかなか爽快かなと思います。絵画でもその猿カニ合戦の、まあ、完全懲悪みたいなんだけど、本当に猿が悪いのか悪ないのかな、あれいつもね結構友達同士でもその話出ますよね。あそこ猿カニちょっと牡蠣取ったからって背骨折られるほど石臼に乗られたり火傷させられるほどの体罰されるのちょっとおかしいんちゃうみたいなのは、まあ、普通に思いますよね。まあそういうのはまあその牡蠣の油絵とかキャンバスに描いたりこうポスターにしたり、あこれこれまさにこれですね、中立であれ正義こそ疑え、虫が一番効く憎しみの連鎖に怖がるなみたいな、ボサルカニ合戦っていうみんなが知ってる世俗の物語に、政治的な内容とか、文化的な内容とか、まあ、そういうものを重ね合わせていくっていうのが竹川さんの、作品の、まあ、面白さだったと思います。はい、というわけで以上で、感想愛知トリエンナーレ2016を、まあ、全然分かりやすくなかったな勝手に自分が思っても感想やね自分が思ったことを好き勝手に喋ったという内容でしたが、いかがだったでしょうか。まあ今回メインすごく話題になってた豊橋地区とか、岡崎地区にも、足を伸ばせなかったですし、それ以外にその映像プログラムですね、今回うまく構成されてたなと思うのは、映像作品ってやっぱりこの国際展で100以上の作家がある中で連続して映像を見るとすごく体力も時間も奪われてすごく難しいと思うんですよね。だからそれをまあ必要最低限の映像作品にとどめておく中で、
別で映像プログラムっていうのを設けられてまして、そこで保管するような構成を作ってたりとかですね、あとはそのアートっていうのは実は舞台演劇なんかもそのアメリカの方ではねアートの中の一部って言って非常に普通に入ってる場合が多いんですが、なかなか日本ではその美術家っていう中で演劇とかパフォーマンスがアートの中で入ってこない場合が多いので、そこまあ今回パフォーミングアーツって言ってね、こういうふうにあの別のプロジェクトというかもう一つのそのラインみたいなのを作って、きちんとフォローされてるのもまあ素晴らしいなと思いました。私は全然見に行けてないですが、まあそこに地域の人が住んでたら、あの自分普段ねなかなかパフォーマンスなんて見ることないと思うんですが、一度ぜひ足を運んでもらえたらなと、すごくあの変わると思うんですよね。あの普段ない体験ができると思うので、いいかなと。マテキとかね、オペラマテキとかやってるみたいですね。まあ、その辺もあと教育もすごく頑張ってられてて、ワークショップであるとか、教育普及プログラム、大学に行ったり、美術館の中でそういうことを設けたりみたいなこともね、あのすごくされてるので、まああのそうですね、今回は作家紹介にとどまりましたけど、かなりこう多角的ないろんな柱ですね、プログラムを持ちながら、多角的に、展開されている、地域アート国際展でしたね。だからまあ愛知、今度地域アートのね、あ、宣伝入れるの忘れてた、今度あの地域アートについて、藤田直哉さん、地域アート美学、制度やったかな、本を書いたスバルの論考で話題になった藤田直哉さんとね、あと田中東一郎さんってワンオンプロジェクトのね、代表の方とか、アートケトーク番組のおなじみの杉村さんとあの対談するので、そこで10月梅田ロフトプラスワンで対談するんで、ぜひ皆さん、来ていただきたいんですが、まあ、そこで製造論とか、これからの地域アート国際展どうなるのかってことをね話すんですが、10月8日土曜日、お昼1時からですね、愛知トリエンナーレはすごく運営委員、この事務局がしっかりしてまして、ハイトさん、下にリンク貼っときますけど、ハイト雅彦さん含めすごく国際シンポジウムについてトークをしっかりしたり、ね、事務局をしっかり立ち上げていって、積み上げていくアーカイブがありまして、ただなかなか雇用の問題ね、3年に1回なんでなかなかその継続してスタッフを食べさせていけないっていうのが一番問題みたいで、今回愛知トリエナーレ終わったらそのまま札幌芸術祭にみんなキャラ、まさにキャラバンで虹のキャラバン言うけど、かなりこうダークキャラバンにならないかなって心配してるんですけど、まあ札幌そのまま行くってチラッと聞いたんでね、まあそういうふうな裏の話なんかもこの地域アートの中で話できたらと思うんですが、まあ愛知トリエナーレは日本にある地域アートの中で非常にその辺がしっかり、体制っていうか積み上げと制度としてちゃんとやっていこうみたいな、その研究会、事務局、アーカイブみたいなのしっかりしてるので、まあ、できるだけそれに関するまで下にリンク貼っときますが、その辺なんかも、作品論以外に非常に参考になるところではないかなと思います。はい、というような感じで喋ってきましたが、愛知トリエンナーレ2016を分かりやすくではないが分かりやすいつもりで読み解いてみました。また皆さん、お会いできたらと思います。アート系トーク番組アートエア辻大地でした。それでは皆さんまたお会いしましょう。さようなら。